少子高齢化が進むタイで日本企業が開発した自動運転のトラクターなど先端技術で効率化を図るスマート農業の普及を促進するイベントが開かれました。このボタンを押します。そうするとこのようにですね、一切手を使わずにまっすぐ進んでくれるということなんです。ดีครับเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเกษตรกรครับผู้เพาะปลูกพืช22日バンコク近郊で開かれたイベントには現地企業などからおよそ140人が参加しました。トラクターなどの自動運転のために JICA 国際協力機構の支援で運用が始まった高精度の位置情報が使われています。タイの合計特殊出生率は10年連続で過去最低を更新していて、働き手不足が課題になっています。